それではただいまより卒業式を挙行いたします。卒業生入場。本学院の医療専門課程看護科の所定の課程を修めたので卒業証書を授与し、定住学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規定により、専門士（看護専門課程）と称することを認める。平成29年3月3日、小樽市立高等看護学院学院長南木武氏。はい、おめでとうございます。佐藤優也、はい、卒業証書佐藤優也以下と、はい、おめでとうございます。看護師は病気で苦しみ、悩んでいる人たちに安心、安らぎ、希望を提供するのが職務であります。看護師は赤ちゃんから老人、男性、女性、そしていろいろな職業、背景を持つ非常に幅広い人たちの生命、人生に関わる仕事に従事します。それで医療人、社会人としても厳しく、つらい、大変な仕事ですが、それだけ評価されるやりがいのある仕事なのであります。一緒に頑張れる仲間の存在は何よりも心の支えになりました。47期のみんながいたからこそ、私は今こうしてこの場に立つことができています。患者さんから逃げずに向き合った結果、患者さんからありがとうという言葉をいただき、この場でこの言葉で全てが救われました。仲間が私にしてくれたように、私も患者さんにとって一番の味方であり理解者でありたいと思いました。